お願いいたします。どうぞ。はい、読売新聞の海洋です。戦後70年談話の関連でお伺いします。有識者会議に関しまして、西室日本郵政社長を座長に起用する方向で調整しているとの一部報道がありますが、現在の調整状況をお聞かせください。報道については承知しますけれども、有識者会議の委員に皆さんについては現在最終調整中です。そして、座長というのは委員の皆さんのご声になりますので、報道のようなことはまだ決まってないということです。事実はないということです。はい、関連で共同通信新規です。有識者会議については有識者会議についてかねて長官はその幅広くメンバーを選びたいとおっしゃってましたが、その幅広く選んでメンバーでどのような議論を期待されますでしょうか。総理がですね、かねてよりこれ申し上げているところでありますけれども、まずこの有識者会議においては多様な議論をしていただくためにですね、歴史政治も中心に造形の深い学者言論会、ビジネス会などですね、幅広い分野のさまざまな世代の方から委員を現在人選のための最終調整を行っている。はい、その選んだ方々で、どういった議論を期待されるか。まずですね、そういう分野の方からお願いをしておりますので、21世紀の世界の在り方とか、その中で日本が果たす役割だとか、そういうことを大いに議論して、いただいて、さまざまなご意見を伺うということですね。それで談話の内容としては何回となく申し上げてますけど、先の大戦への反省、戦後の平和国家としての歩み、今後日本としてアジア太平洋地域や世界のためにどのような貢献を果たしていくべきか、こうしたことについてですね、有識者の皆さんから意見を聞くと、そういうことになるだろうと思います。じゃあ簡単ですね、関連ですが、例えば、さっきの対戦に対する見方ですとか、一致する意見がですね、非常に多い分野だと思うんですけれども、これはその例えばその代表的な意見で分かれる方々ですね、そういった方々をこう選ぶのか、それともある程度の方向性を持った方を選ぶのか。委員のメンバー発表するときに申し上げたいというふうに思います。はい。公明党の山口代表なんですが、昨日ですね、村山談話の過去の植民地支配と侵略を謝罪した部分などキーワードの趣旨を守るべきだというような考え方を示されました。総理は村山談話を全体として引き継ぐとされているんですが、文言をそのまま引き継ぐことについては慎重な姿勢も示されています。こうした山口代表の要請をどう受け止めるか。いずれにしろ総理は歴代内閣と全体としては引き継ぐことを明言しています。そういう中で、これから立ち上げるわけですから、その有識者の皆さん、そういう皆さんからさまざまな意見を聞きながら方向性を判断していくという形になるだろうと思います。はい、話題変わりますが、一部報道で政府がカジノを中核とした大型リゾートについて2020年の東京パラリンピック前に横浜と大阪市の2カ所で開業を目指していく方針を考えられました。実感はどうですか。そういうことは私は承知してますけれども、そうした事実は全くありません。はい、ルタンのメカです。はい、また話題変わりましたね。株価なんですけれども、午前の取引の時に日経平均が14年ぶりの高値をつけまして、今世紀に入っての最高値ということになったんですけれども、これについて政府の説明はいかがですか。現在そういう高値で、推移しているということについては承知してますけれども、そうした動きについてコメントすることは控えたいというふうに思います。よく私申し上げてるんですけど、もう株価に、無用の混乱を生じさせかねないということでコメントは控えたいと。ただ低いよりは高い方がいいと、こういうことを私ずっと申し上げているところであります。いずれにしろアベノミクス三本の矢をですね、着実に進めて経済の好循環、ここをやはり実現をしてデフレ脱却、経済再生、ここを何としてもやり続けたい、そういうふうに思います。TBS 関してすみません、さっきの話、IR に戻るんですが、確認なんですけども、2030
2020年の東京オリンピックまでに間に合わせたいとか、そういった思いを背負っていますか。今申し上げましたけど、全く承知してない話であります。まだこれから法案、国会にまだ出てませんし、それはマニュアルであれば間に合う方がいいだろうということのから始まったことであることは事実ですけれども、まあ、どうなるかということは、まだ法案が通らないうちは予断を持って話すことはできないというふうに思います。朝日新聞の話です。あと株価の話に戻るんですけども、コメントしたなかなか難しいということなんですが、第一次安倍内閣の時にですね、最高値も今回超えたということなんですが、もし思うところが可能な範囲で、まあ、今申し上げましたけど、まあ、低いより高い方がですね、まあ、良いということであると同時に、このアベノミクス3本の矢、これやはり、まあ、着実にですね、進めて経済好循環を実現するという、まあ、当初目的に向かってですね、一つ一つ、まあ、取り組んでいきたいというふうに思います。よろしいですか。ニコニコのアナウンサーです。よろしくお願いします。海上保安庁によりますと、昨年の中国漁船の摘発が、16隻に上りまして、記録上では最多となりました。他方でですね、中国産の漁船の問題では、昨年11月からですね、法改正による密漁の罰金の引き上げ以降、現時点までのところ、まあ、激減している状況にありますが、まあ、今後の見通しなどご紹介をお願いします。小笠原周辺海域における中国の珊瑚礁、船ですけれども、先月の22日を最後に確認をしておりません。まあ、いずれにしろ、まあ、中国にですね、まあ、働きかけをしながら、水産庁、海上保安庁、まあ、引き続いてここでも警戒をいたしておるところでありますし、そういうことがですね、効果を表しているのかなというふうに思います。すみません、はい、あちら先にいいですか。いいですか。すみません、時事通信の鈴木ですが、株価にまた戻ってしまうんですが、まあ、改めてチャートを見ると、まあ、第一次安倍政権の頃が一回山ができて、そこからまた大きく下がって、でまた今があるんですけれども、まあ、当時もきっと一次政権に対する期待がとても大きくて株価も上がってたと思うんですけれども、どういうふうにでしょう、そのまだ3本の矢着実にといってもですね、まだ1本目2本目しかなかなか機能していない実情があるかと思うんですけれども、その辺期待にきちんと応えていく、まあ、ご覚悟といいますか、決意です。3本目の矢というのは前から申し上げていますように、中長期の矢です。私たちは政権発足してまだ3年目にようやく入ったばっかりであります。その中でやるべき改革ですね、まさに総理がダブス会議で、世界に向けて発信をした、まさに岩盤ドリルを突き抜くというですね、そのことが一つ一つ今度の国会にですね、例えば農業改革の法案、あるいは発送電分離をはじめとする電力の法案、まあ、雇用の法案、安全保障の法案とですね、ある意味では戦後の中で、歴代の内閣が挑戦して、まあ、できなかった、まあ、そうした、しかし将来を見据えたときに必ず必要な法案を今回の国会に私たちは提出をするわけでありますから、まあ、そういう中で一つ一つ結果を出していけばですね、当初目的を達成することができるだろうというふうに思います。時事通信鈴木ですが、繰り返しになりますが、要はこの株価が示している期待に応える自信が終わりということでしょうか。期待かどうか分かりませんけど、私たちはやるべきことは一つ一つやっていくということです。日中関係についてお伺いします。4月にも安保対話を日中間で東京で開催するとの報道があるんですけれども、この調整状況についてお願いします。まあ、報道については承知してますが、まあ、現時点においては何ら決まってないということです。このタイミングで安保対話を開催する意義や必要性についてお考えを聞かせたいです。日中の間はまさにこれは隣国であって、
世界の国にこれ注目していることですから、こうしたことがですね、両国の首脳会談の結果ですね、さまざまな分野で交流していくことは大事なことじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。